はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策シリーズの理科やっていきましょう。で、今回はこのね問題やっていきますので、まずここで一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、このシリーズはですね、この後画面を下げて問題用紙外して解説をやっていくんですけど、まず実験がちょっと長いのでこの状態で確認していきます。画面アップしてると手でかいんですけど、ごめんね。じゃあ行きましょう。で、今回は鉄と硫黄の反応についての実験です。で、試験管が2本用意されていて、それぞれ鉄の粉末と硫黄の粉末 4.2、3.0、ここですね、1番目ね、を混合した粉末、つまり混ぜたものを入れると。で、B だけに、脱脂弁で緩く栓をして加熱すると。つまり、A は加熱しないんだけど、B は加熱するよって。そうしたら、反応が始まったところで加熱をやめても反応は進んで、試験管の中に黒い物質が残りましたと。今この辺ね。で、その後十分に冷ましたら、B の内側に、あと内壁に黄色の物質がついていることが確認できましたよと。で、2番目の実験としては、その A の粉末と B の黒い物質。A は混ぜただけだからさ、まだ粉末ね。で、それぞれ試験管の外側から磁石を近づけたら、ちょっと違ったよと、様子がね。で、3番目はまたそれぞれに薄い塩酸を加えたら、気体が発生して、B の黒い物質から発生した気体は特有の匂いっていうね、がしましたよと。っていうことが書いてあります。いいかな？ちょっと長くなりましたけど。まあ、行きましょうか。ちょっと画面下げるよ。ちょっと待ってね。よいしょ。行き過ぎたね。このぐらいでいいかな。じゃあ行きましょう。で、まず1番が、一応この辺つけておこうかな。邪魔だったら撮っちゃうかもしんないけど。みんな映ってないよ、でもね。あ、映ってないね。俺が見るだけになっちゃうけど。で、まず1番はですね、カッコ1で起きた化学変化を化学反応式で書きなさいと言っております。で、最初に、まぁ、ちょっとね、言いましたけど、A の方の試験管、まぁ、B にもそうですけど、鉄、まぁ、4.2g と、あとなんだっけ、硫黄なんだっけ、3.0 か。硫黄を 3.0g、粉末ね、粉にしたものを混ぜておきましたと。で、A は混ぜただけなので化学変化が起きてないです。ただただ鉄と硫黄の混ぜたものね。ただし、B に関しては混ぜたものをこうやって熱してくっつくんです。化学変化が起きる。で、そのね、じゃあいいか。こう、熱したもの、熱してできたのがまあ黒いものなんですけど、まず、鉄と硫黄がくっつくと何ができるか。これまずね、確認しておいてください。例えばさ、これ、硫黄だとちょっとね、わかんないこと出てきちゃうんですけど、鉄と酸素がくっついたら何ができるっていうと、鉄と酸素ね。だったら、酸化鉄になるんですよ。酸素は酸化ってなるからね、くっつくと名前がね。だから、酸素と銅だったら酸化銅なんだよ、名前が。で、硫黄に関してはくっつくと硫黄鉄ではなくって、同じように、この感じ、化けるっていう感じをね、つけて、こうなる。硫化鉄って言います、これで。つまり、鉄と硫黄を混ぜて熱すると硫化鉄になるよって。それが黒いやつなんです、こいつ。だからまず1個目で、ここでね、カッコ1の実験で確認しておいてほしいのは、これね、実際この実験って、俺本編の動画で撮ってるそのまんまなんですよ。これは受験の過去問なんですけど、実際。片方は鉄と硫黄を混ぜただけ。で、こっちは硫化鉄になったものですよ。それぞれの反応を見ていこうねっていう感じ。で、ごめんね。蓋をカチャカチャと。右側に答え書いていこうかね。1番行きましょう。化学反応式でね、やりたいと。で、起きた化学変化は今何かっていうと、1番はね、混ぜただけだから、これ化学変化が起きてないので、2番のこと。2番じゃない、ごめん。B のこと。こっちを化学反応式で表すんですけど、鉄と硫黄を混ぜて、まあ、熱したらね、そしたら硫化鉄になりましたよって。これを化学反応式にしていきます。
で、化学反応式ね、苦手な方多いと思うので、この動画の最後にも、自分が撮った本編のね、リンク貼っておくので、もしあれだったらそっちも見てもらえたらと思うんですけど、これを書いていくには、まず、化学式を覚えなきゃいけない。鉄と硫黄と硫化鉄のね。で、鉄は、Fe です。まあ、これ覚えてください。Fe。で、硫黄は S なんです。で、化学反応式は絶対に矢印ね、間違ってもイコールを書かないようにしてください。で、硫化鉄っていうのは、FES、まあ、くっつけたものなんですよね。FES になると。で、これを知っておけば、これで終了なんです。これだけ。よくさ、2がくっついたりするのもあるじゃないですか。特に水と反応とかね、2H2O とかなったりしますけど、まあ、これはならないと。なぜなら、FE が1個。S が1個、FES っていうのも FE1 個と S が1個くっついただけなんで、数が合ってるからさ、1個と1個くっついて1個1個になってるみたいな。まあ、詳しいのはね、その動画の最後のでぜひ見てください。はい、1番これで終了ね。で、2番です。2番の問題はですね、磁石を強く引きつけ、磁石をくっつけた時に強く引きつけられるのどっちですかっていう話で、今、結局、鉄と硫黄を混ぜたものと、硫化鉄、それぞれに磁石をくっつけましたと、どっちが反応するって書いちゃいましょう。これ A です。で、なんでかっていうと、鉄って磁石くっつくじゃないですか。くっつくじゃないですかって納得してもらったら嬉しいんだけど、鉄ってくっつくのね。だから、こっちは、鉄と硫黄を混ぜただけなんで、言っても鉄なんだよ。鉄があるから。だから磁石が当然くっつきます。でも、硫化鉄になると磁石くっつかなくなってしまうので、そう、だから今回は磁石くっつくのは A だよっていう話で、3番ですね。次、実験のカッコ3、最後の薄い塩酸、これね、やるときに、B から発生した気体の名前を書きなさい、またこの気体の匂いの嗅ぎ方を簡単に書きなさいという問題です。で、まあ、塩酸、まあ、薄い塩酸ね、使うときは。塩酸ね、実験でよく使いますと。で、塩酸は、これ別名しっかり覚えておいてください。塩酸って、まあ、別名って言い方ちょっと若干ずれるんだけど、本当は。これ、塩化水素です。塩化水素を水溶液に、まあ、水に混ぜてね、水溶液にしたものが塩酸っていうの。だから、塩化水素っていう名前を知っておけば、この塩酸には、もう一個カッコ書いていい？塩化っていうのは塩素のことね。塩素と水素があるんだよっていうのがわかる。塩酸使うときに。だからぜひ塩化水素覚えておいてください。で、3番ね。まあ塩酸をそれぞれこっちに混ぜてこっちに混ぜると。で、まあ B のが有名なんで今回 B を問題にしてるんですけど、ここをね、反応させると、何が反応するかっていうと、これは A から言った方がいいかな。まあいいか、行こう。書いちゃうね、先にね。答えは、硫化水素っていうのが反応します。あ、出てきます。気体として。硫化水素。これは、ここにある、まあ、硫黄ね、もともと。硫黄と、水素が反応してくっついて硫化水素ってのが出てくる。で、まあ、実験時にもね、言われると思うんですけど、これ猛毒です。これがっつりすると本当に危ないことになるぐらいに危ないもの、硫化水素。だから今回問題にした、この気体の匂いの嗅ぎ方を簡単に書きなさいって言ったら、まあ、よく言われるのはね、手で仰ぐようにして、嗅ぐってやつ。こうさ、出てきてる気体を、こうね、嗅ぐでもいいな。こういう感じ。これが答えになります。いいね。硫化水素が発生して、手で仰ぐようにして嗅ぐと。あのね、腐った卵の匂いがするんですよ。不臭卵ってやつですね。で、今回問題にはしてないんですが、こっち、塩酸のね、上の A に反応させると、これ、硫黄と水、塩化水素が反応しないんです。ただ単に鉄とこっちが反応してしまうので、こっちと反応するのね。これと。そうすると、あのね、A も気体が発生するんだけど、発生するのは水素になります。
まあ、もしね、みんながこの問題、こういう感じの問題が出てきたときに、こっち聞かれる可能性もあるので、ぜひ覚えてください。A の方は鉄が反応して水素が反応と出てくると。で、これは匂いがないです。無臭です。いいかなという感じ。で、ラスト、4番ですね。で、この計算系は、まあ、特に女の子がね、結構苦手だったりするんですけど、ちょっと読みますね。実験1、最初の時だね。あとに、試験管 B で反応せずに残った硫黄は何グラムかと言ってます。これ最初、硫化鉄が出てきて冷ましたら、黄色の物質がありましたって、内壁にね、ありましたって実験1のところに書いてあるんですけど、これ何かっていうと、これ硫黄なんです。黄色の物質、硫黄ね。で、何かっていうと、これ、鉄と硫黄、4.2 と3で混ぜた、反応させたんですけど、硫黄、やっぱり鉄がね、硫黄が多すぎちゃって、全部反応しなかったんですよ、硫黄が。だから、残っちゃった硫黄が出てきましたよ、っていうんで黄色が残ったんですけど。で、4番は、そのね、反応せずに残っちゃった硫黄何グラムかと。ただし、鉄と硫黄が7対4の質量の比で反応しますよ、っていう。このね、比を書いてくれてるときはもうチャンスですね、結構。鉄と、硫黄が、7対4だよね。そう。となってる。例えば、酸素と銅、まあ、くっつくと酸化銅になりますけど、が、まあ、1対4とか、それはもう覚えなきゃいけないものなので、あんまり比与えてくれないんですよね。4対1、その1対4か。4対1っていうのは知ってるでしょみたいな感じで聞かれちゃうとね。でも今回書いてくれてると。で、どうするかっていうと、今、この硫黄がね、ここが 3.0 って書いてあるけど、本当に反応したのがわかんないから、X グラムって置いときます。ちょっと数学みたいな感じに。これ本当に全部反応したやつね。書いとこう。反応したやつ。で、4.2、鉄の方は全部反応してるってわかってるから、書いてあったしね、問題にね。書いてあるから、こっちの数字は使えると。つまり、鉄 4.2 に反応する硫黄はいくつなのって、本当に反応したのはいくつなので X で求める。つまり 4.2 対 X イコール7対4っていう式を作ります。鉄、硫黄、鉄、硫黄っていう順番にしっかり合わせて比例式を作ると。で、これは数学と同じなので、なかなか外外で計算します。いいかな。でね、これ普通に計算すると、なかなかなんで、7x イコール外外で、16.8 とこうなります。で、当然このぐらいだったら別にこれ普通に7割ってね、いけるか。7で割って、7214の、こうか、2.4 で出すことができるんですけど、ちょっと計算の工夫、まあ、俺がよく使う方法ね、紹介すると、中でさ、7x になるじゃないですか。で、外外の 4.2×4 を、あえて計算しないで書いておくの、こうやって。これ、でかい数の時とかに使えるんですけど、この状態で7で割っちゃうの。そうすると、大体理科って、これ綺麗に割れるから、大体じゃん、絶対割れるね。7で割れるから、どっちか7で割ればいいと。で、こっち7で割れるじゃん。7642だから。だから、7で割れば 0.6 っていける。で、0.6×4 だから、暗算で 2.4 みたいな。することもできるので、まあ、今回に関してはね、この小さい数なんで全然普通にやってもらって構わないんですけど、まあ、でかい数の小数の計算とか出てきた時は、これ使うと、こっちの方が計算ミス減ると思ってるので、まあ、よかったら使ってみてください。で、話がそれましたが、今、X が 2.4 出ましたと。で、間違っちゃいけないのは、これを答えの欄に書かないんですよ。いい？この X は本当に反応したやつ。これが 2.4 です。でも、今問題で聞かれたのは、反応せずに残った硫黄何グラムって聞かれたの。ね。もともと 3.0 ありました。反応したのは 2.4 でした。じゃあ、反応しないでサボったやついくつって言われたら、3から2.4引いたらいいじゃないですか。つまり、ちょっとね、書けなかったけど、3.0 引く 2.4、ギリ入ってるかな。してもらって、答え、0.6g と。こういう感じで、ぜひね、解いてみてください。いいかな？
では、今回はね、このテスト用、硫化テストができる実験ね、やらせてもらいました。で、途中でも話しましたが、この実験、本編で撮ってるので、その動画とか、あとはね、化学反応式の動画とか、この後のね、画面でリンク出しますので、よかったらそっちの方も復習してもらって、少しでも多くね、こう、力身につけて、実践で活かせるようにしてみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。このシリーズはこの画面で一緒にね、復習するといいよっていう個人的におすすめのものを動画リンク貼っていきますので、自分にとって必要だなと思うものはぜひね、一緒に見て、使ってみてください。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。